おし列車、または、おし列車とは、日本において、天皇、皇后、上皇、上皇后、太子皇太后、皇太后が使うために特別に運行される列車で、ある。随員など、以外の一般客は乗車できない。なお、天皇、皇后、上皇、上皇后、太子皇太后、皇太后以外の皇族のために運行する列車は、五条用列車と呼ばれる。 おめし用うの C51201 明治5年10月14日の鉄道開業時に明治天皇が乗車して以来長きにわたり運行されている。天皇皇后が乗車する客車は御両車と呼ばれていた。旧皇室天板では即位のレート大乗祭は京都で行うと定められていたため三種の神器の剣事を置く法案室が御両車に設けられていたほか 八高神を移動させる検証乗報車が連結され、実際に対象4年と昭和3年に運行された。おめし列車、ご乗用列車のための専用の車両があるほか、普段は特急など、一般の列車に使われている車両を天皇が乗るための臨時列車として、特別なヘッドマークを掲出するなどして運転する場合もある。後者の場合も皇族が使うために運行するため、 おし列車、ご乗用列車にあたる。しかし、定期列車を使う場合、例えば新幹線、のぞみ、XX5 号の、号車を借り切る場合には、天皇、皇后、上皇、上皇后、太子皇太子、皇太后が使うことになったとしても、天皇、皇后、上皇、上皇后、太子皇太,太子皇太、皇太后のために運転する列車ではないため、 おし列車には含まれない。天皇が主権者、現人心であった戦前においても、皇太子は一般の列車を使って地方を訪問し、一般客が一目見ようと、ホームや車内に殺到することがあった。C57139 純鉄道記念物。名古屋機関区所属機でおし列車を18回牽引した。おし装備での復元。 おめし列車として使用される e 六百五十五系、なごみ機品車黒五十七から一おめし列車牽引用として発注された e f 五十八六十一 e f 五十八六十一牽引おめし列車おめし列車用機関車 e f 五十八から六十一と d d 五十一から八百四十二戦後の車両としては、日本国有鉄道の機品車として作られた黒五十七。 型がお召し列車としても用いられた。お召し列車を牽引する機関車には、運転を担う、機関区の中で特に状態の良い車両が選ばれる。運転頻度の高い地区においては、お召し指定機関車というものがあり、過去には28,661、C51-236、C51-239、C51-276、C57-126、 c 5 9九0 8 e d 5 3、e e、1 ED532、EF5316、EF5318、EF8181 などが定められていた。また、EF5861 に在籍と EF5860 は特にお召し列車県引用としてメーカーに発注された指定機関車である。従来、電気機関車が牽引の場合、 トラブル発生に備えて必ず従連で運用されていたが e f 5 8系以降は短期での経員となった。なお、61号機が日立製作所、60号機が東芝製で車体側面にステンレスの飾り帯を回すなどを目めしようとして特別な仕様で作られている。このうち60号機は1983年に廃車となり、 61号機は2008年に運用から外れたが保留者のまま東京総合車両センターの5両車庫で保管されている。このほか、JR 東日本の DD51842 は同車管内の非電化路線で運転されるおし列車の指定機となっており通常もおし用の装飾を残したまま運用されている。おし列車として運用された客車編成 一号編成が2016年時点も JR 東日本に在籍している。このうち実際に天皇皇后が乗車する車両を五両車と言い,い、随伴するグブインが乗車する車両をグブ車という。一号編成と黒157型の老朽化に伴い、新たに高直療養の E655 系電車、名古屋が2007年7月に落成した。 基本は6両編成であるが、中間の特別車両を外した5両編成で一般の団体乗客向けにも使用されている点で、従来のおめし列車用車両と一線を画する。また電源供給用のディーゼル発電機を備えており、非電閣間ではディーゼル機関車による経因が考えられている。おめし運用としては、2008年11月12日にデビューした。新幹線では、 0系や1 0 0系を除き特別な編成が備えられているわけではないが、グリーン車が防弾ガラスとなっている車両がいくつかあり、それが使われる。国鉄時代は在来線でお召し列車が運転される場合、レールの繋がっていない北海道や四国を含め1号編成を全国各地に改装して運転された。地方での運転などのため編成を長距離に渡り、 改装する場合は、改装中に、傷や汚れが付着するのを防ぐため、5両者にのみ車体全体に、覆いがかけられた。国鉄分割民営化後は、1号編成が継承された JR 東日本を除き、他の JR 各社は、旅客営業に用いている車両を特別に整備して、使うことになった。民営化後に、一号編成が JR 東日本以外の線区で使われたのは、 1987年5月24日に、唐津線で運転された時だけである。西日本旅客鉄道管内の直流電化区間での、おし列車には281系。遥かが、非電化区間での、おし列車には14系。サロンカーな何話が当てられることが多く、前者の場合、防弾ガラスが使用されており、後者の場合、天皇。 工房が乗車する最高尾車両のスロフ14型には様々な対策工事や他の車両より特に念入りな保守が行われているという。また、他の地区や私鉄などでは原則として特急用の車両をおし列車運用時に限り特別に改造または整備して使われる。おし列車の運転回数が多い近畿日本鉄道ではかつては特急車を改装し、 天皇が乗車する場合には御座所を設けていた。しかし、平成に入ってから二万千系、アーバンライナーなど JR のグリーン車に相当する特別席を設けている車両を使用し、御座所は設けなくなっており、2014年以降は最上級クラスとなる五万系、島風を使用している。珍しい例では、大阪市営地下鉄が1970年の 大阪万博の VIP 輸送用に通勤型電車の50系を改造した特別車両を設置したものを用意したが実際に使用されることはなかった。2015年現在 JR に在籍している車両のうち新幹線や特急用のグリーン車には防弾ガラスなどを備えている VIP 対応車がありお召し列車として運行する場合に多く使われる。代表的なのは サロンカー、何わや、JR 東日本新潟車両センターに在籍していた、サロ489-1051-1052だが、テロリズム対策の観点から、当該者の車両番号は公表されていない場合も、多く、見かけは普通のグリーン車であるため、判別はつきにくい。 おめし列車運転当日の乗務員の点呼風景1977年6月24日、品川駅おめし列車には列車番号はなく、ダイヤ上でもおめしである。ただし現在の JR 東日本では列車の運行管理をコンピュータシステムで行うのでおめし列車にも列車番号を与えている。下りは9001、上りは9002という列車番号が使われることが多いが、 必ずしもそうであるわけではない。新幹線の場合は一般の団体臨時列車と同じ列車番号が付けられることが多い。お飯列車の運行には三原則があると言われている。他の列車と並んで走ってはならない。追い抜かれてはならない。立体交差では上の線路を他の列車が走ってはならない。このため臨時に他の列車の時間調整を行うほか、 事故などの不足の事態に備えて、ダイヤ作成担当者がおし列車に転乗する。戦前にはおし列車の10分ほど前に先導列車が運行され、先導列車が通過後は、ポイント操作が許されないなど、特別の配慮が取られた。21世紀初頭の現在でも、同じ措置を取る場合がある。おし列車担当の運転士は、運転区間を管轄する、車両基地内で、技術、 勤務態度、人間性を踏まえて選ばれる。ことに衝撃のない発車や停止、数秒の狂いもない運転、数センチメートルのズレも許されない停止位置など、通常の列車に比べて極めて細かい運行が求められるため、運転技術が特に優れている、運転士が選ばれている。移動日や時刻は官報によってこうに示されている。ただし通常の列車の場合もあるので、 必ずしもお召し列車による運行とは限らない。あくまで皇族の行事参加及び移動を掲載しているためである。お召し列車は原則として夜には運転されない。交通機関が発達していなかった第二次世界大戦前の例では天皇が長時間移動でお召し列車を用いる場合には途中のご用邸などに宿泊しながら移動していた。例外は 1947年12月11日に、姫新千林夜15時42分発、東京翌6時57分にで運転された例が、おし列車唯一の夜行列車である。また1946年6月6日から7日に、千葉県銚子市を訪れた時には、繊細で天皇が泊まるような邸宅や旅館などが、銚子に残っていなかったことから、銚子駅の先にあった。 貨物駅である新生駅に五両車を引き込んでその中で止まったことがある。2008年現在天皇が五両車内で止まったことが認められるのはこの2件のみである。元号が平成となってからは鉄道ダイヤの変更などで国民に負担を強いることを嫌う第125代天皇、秋人の意向やその他の事情によって行行は 一般の定期列車や臨時列車の一部の車両や旅客機を利用することが多くなった。このため、専用車両を用いたおし列車が運行されることは少なくなっており、国品の接待の一環としての性格が強くなっている。また、同じ理由で原宿駅側部乗降場を使うことも減少し、2001年の使用を最後に現在は使用が停止されている。お飯列車も 団体専用列車の範疇に含まれるため、運行は定期列車の間を縫って走らせ、運賃、料金も当局からしかるべく支払われている。おし列車を運行するにあたっては、事前の準備や警備などにも多くの経費がかかるが、慣例として当日のおし列車運行そのものにかかった経費のみを、区内庁が支払っている。日本国有鉄道時代は、 お召し列車の運賃、料金は無料であった。国鉄分割民営化にあたり、民間鉄道で伊勢神宮へのお召し列車を頻繁に運行していた近畿日本鉄道に実情を問い合わせて、それに合わせる形で経費を計算することになった。また、区内庁がお召し列車の運転を申し込む窓口は、運転線区に関わらず JR 東日本が担っている。 これは民営化直前に当時の国鉄運転局列車課長が区内庁の問い合わせに対しおそらく皇居に近い東京駅を管轄する東日本会社が担当するだろうと答えたことが慣例となって続いている。現代においてもお飯列車の運行については沿線や駅の警備のほかに下に記した事柄のごとく最新の注意が払われていることが多い。列車の性格上 テロ対策のため、極めて厳しい警備が行われる。到着駅では、国際会議開催、海外要人来日時と同様にゴミ箱や、コインロッカーの使用が禁止されたり、場合によってはプラットフォームへの入場制限が行われたりする。また沿線には、警察官が配置され、列車上空をヘリコプターが追尾する。ただし沿線で写真を撮ることができないわけではなく、 お召し列車を取る鉄道ファンも少なくない。車両前面に方向膜が備えられている車両をお召し列車として運行する場合、方向膜には何も示さない。一般には白無地一式の膜を示すが、黒157の経因を183系1000番台が担っていた時はクリーム色一式の膜を示して運転していた。なお、LED 搭載車の場合は、 団体と示す場合がある。ギャラリーオランダの王室専用客車日本以外の各国でも王室が存在する国には日本のようなお召し列車が運転されることがある。イギリスではロイヤルトレインと呼ばれる列車が運転されることがある。イギリス以外にもオランダやノルウェーのように王室が存在する国においては王室専用客車が用意されているがその扱いは 被害者まで含め専用客車が用意され、目的によっていろいろ組み合わせ一編成とするものから、基本的に一両で構成され、通常の客車を前後に被害者として連結し、運用されるものなど様々である。太陽国では、王室専用駅も設置されている。ロシア、オーストリア、中国など、訂正を廃止した国々においても、かつて提出や王室が存在した当時には、 おし列車に相当する列車が運行されていた。中でも、新庁の生態公が北京から法天へ向かう際に乗車したおし列車は、16両編成というその規模や、150人の料理人を乗せ狭い客車内にかまどを左右25機、計50機も据えさせたこと、合計100皿にも及ぶ彼女の食事の度に長時間、停車して他の列車を止めさせたことなど、 エピソードにことかかない。こうしたお召し列車に使用されたご両者や貴品者は今でもその国やかつてその国の植民地だった国の鉄道博物館に残っていることがある。もっとも生態校のお召し列車に使用されたご両者は彼女の死後、張作人の手に渡り彼の専用列車に使用されていたが、張作人は草津事件の際に 彼ごと関東軍に爆破されたので現存しない。また2010年時点、オーストリアでは、オーストリア・ハンガリー二重帝国時代に、運行されていた皇帝フランツ・ヨーゼフのおし列車の内装などを参考にした、皇帝列車という名の一般の観光客向け企画列車が走っている。なお、君主制から共和制に移行した国であっても、独裁者が国政を牛耳るような政治体制になった。 場合はしばしば似たような性格の鉄道車両が、原種の命により整備され運行される。ヒトラーや蒋介石は、相当専用列車を有していたし、スターリンや毛沢東も、国内の移動に専用客車を利用していた。朝鮮民主主義人民共和国の最高指導者も、特別列車を所有し、旅客機での移動を嫌うために、その列車で数度、中華人民共和国やソビエト社会主義、 共和国連邦を訪問していた韓国においてもトレイン1と呼ばれる大統領専用の KTX が設定されている。当初は存在が非公開だったが2011年2月11日に光明駅付近で脱線事故が発生。その事故を起こした列車が偶然にも大統領専用車両を組み込んだ編成ということで存在が広く知られた。なお、 一般列車として運行する場合は、大統領専用車両は締め切り扱いとなっている。2017年12月19日、文在寅大統領が経光線に試乗した際、初めて車内が一般に公開された。また、セマウル号仕様の大統領専用編成も存在する。アメリカ合衆国では、第32代大統領フランクリン・ルーズベルトが、 国内移動に専用列車が必要と判断し、フェルディナンド・マゼラン号が1942年により導入された。ルーズベルトの死後時代大統領に就任したハリー・エストルーマンは1948年の大統領選で専用列車で各地を遊説し、場所によっては駅間で列車を止めて列車の上から遊説するなどした結果、圧倒的に優位に立っていたトマス・イー・リューイ候補を。 破って、再戦を果たした。それにあやかって、旅客鉄道輸送がほとんど廃れた現代でも、大統領が列車で遊説する例が見られる。マゼラン号は現在フロリダ州のゴールドコースト鉄道博物館に保存されている。ありがとうございます。